ヤーコフ・アレクサンドロビチ・プロタザノフは、ロシア帝国と、ソビート連邦の映画監督、脚本家、俳優、ソビート連邦の映画プロデューサーである。1881年1月23日、ロシア帝国のモスクワに生まれる。1900年、商業学校を卒業し、商店で働き始める。資金を貯めて、1904年から1906年に、土仏した。 帰国すると、モスクワの映画配給、制作会社、グロリアに助手として勤めた。ペーター・セルギーの模築品、1910年、パウリ・ティマンと契約する。ティマンは、ウラジミール・ガルデン監督と共に、サイレント映画を制作する人物である。ティマンの会社はすでに実績のある会社であったが、1914年には、戦争のために崩壊してしまい、プロタザノフは、 ヨシフ・エルモリエフに雇われた。エルモリエフの会社で、スペードの女王、ペーター・セルギーを監督し、プロタザノフの代表作となった。1917年、10月革命を逃れて、クリミア半島のヤルタへと移住するが、その後、映画産業は国営化され、多くがフランスへと移っていった。1920年から、フランスのパテと拷問で働き、バイマル共和国でも仕事をした。 1923年、すでに、ソビエト連邦となっていた祖国に帰る決意をした。祖国では、アエルイータ、300万裁判などを取った。1937年、持参金のない娘がフランスで、パリの金メダルを受賞した。1943年に引退した。1945年8月8日、ソビエト連邦の首都モスクワで死去した。満64歳没。 イワンモジュー品、イゴール・イリンスキー、ミハイル・ジャロフラ、スター俳優を発掘した。EN、ヤコブ・プロタザノーブ・フィルモグラフィーを参照。ありがとうございます。